カルディウムカワラケの電波カルディウムカワラケとは、新石器時代に南ヨーロッパで見られるカワラケである。以前はカージウムエデュレスと呼ばれる軟体動物の殻を用いて土器の粘土に彫刻を施しているため、こう呼ばれる。インプレストウェアという別称もある。デバントに起源を発し、バルカン半島南部を中心に、イタリア半島、イベリア半島などでも見られる。 カルディムドキ文化の担い手として、ハップログループ C1A2、ハップログループ E1 ビット1ビット 1A1 ビット1、ハップログループ H1、ハップログループ K1 ビット 1R、ハップログループ N1A1 が検出されている。マシソン、イアンエトール、ザゲノミックヒストリー・オブ・サウス・イースタン・ヨーロッパ、ネーチャー555、197203、ドイ、10.1038、 ネイチャー25778、PMC6091220、プミド29466330、https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ PMC スラッシュアーティクルススラッシュ PMC6091220 スラッシュ。サプレメンタリーテーブル1。 ローズ104から106ありがとうございます。